あれ、できてるかな。西田は西田。これ西田どうやってあれするんだろう。これちゃんとできてます？これもう聞こえてる？西田くんが来ませんね。西田招待した方がいいかな。あ、来た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 。イエーイ。はい。何してたんだよ。遅刻遅刻。すまん、ちょっとコーヒー入れてた。やかんしよ。やかんしよ。いきり散らかしの。やかんしよ。これ最初に見せんといかんのかな。なんか。なんかこんなやつ、こんなやつもあったの。おうおう、これ見せてって書いてある気がする。おう、はい、インスタライブしまーす。はい、インスタライブ始めますよ。はい、ありがとうございます。はい、どうもどうも。元気してる？いや、そりゃ元気だ。俺が元気じゃないことなんかないわ。ついこの間電話したもんな。そうだよ、この間30分くらい電話したよね。あんな暇だったんだ、どうせ。いや、暇ではない、暇ではないけど、なんだろう、そっちがもう休みの時に、うん、ちょうど俺が時間、なんて言うだろう、時間が空いてる時間っていうかな。あー、そういうことね。うん、だからこっちの昼とかそっちの8時だからもう休みじゃん、みんな。うん、休みや。そう、だからちょうどその時間がね、なんだろう、まあ普通に暇してるね。今何時だ、今そっち。今こっち11時だね。昼休み、今。今日休み。今日休み、昨日試合やったから。あ、そうな、うん、勝った勝ったよ、もう MVP いただきましたよ。あら、いいじゃない。最初何俺に言われとるか全く分からなくて、 MVP なのか全く知らなくて。勉強しとけかよ。いや、びっくりした。どう、さっち何そっちって。ね、JT の方は JT、 うん、当ててないね。大変だよ今。あ、ほんと。そうそうそう、日曜、土曜、違うか、金曜 FC に勝ったけど土曜 FC に負けたんよね。あ、そうなんだ。いや、俺さ、
なんかすげえ俺らがあのファイナル6行きやんかった年かな。俺が1年目の年かな。と一緒のような感じじゃね。勝てねえ。なそれな。勝てねえんだよね。勝てんってなってるよね。いや、マジで、それはわかるよ。超わかる。まあ、あんまりしかないんですけどね、俺に関しては。そうだよね。だって俺らもついこの間まで、あ何連敗しとったんや？ 5 連敗ぐらいしとったんかな。やばい。いや、マジ死ぬかと思ったわ。いや、でもまあさ、どんぐらい最後までシーズンあったら何月ぐらいまでやるの？細かくまでは知らんけど、多分5月中旬ぐらいまではあるんじゃない？なんかその、天皇杯的なのも含めて。そう、天皇杯的なのも含めてなんだけど、前半戦の8位までの、順位で、うん、コッパイタリアやったかな、うん、が、なんていうの、入れるっていうか、試合になるよと。だから、うん、コッパイタリア行くってなったら、年末の1月2日、年末じゃない、初めか、年始めの1月2日からもう試合だったかな、確か。やばいよ。やばいよ、それ。なんかその、イタリアに大晦日とかの文化あるの？いや、俺知らん、知らん、全く知らん。大丈夫だ。いや、俺まず、イタリア来て、全く外に出てないから、うん、外出てないっていう意味では、とりあえず、何もないって言ったら語弊があるけど、まあ、何もないんだよ。田舎だ。田舎だね、うん。だから、家でゆっくりしてるね。まあだから、なんだろう、結構暇っていうか、時間はめっちゃあるね。暇なんですよ。うん、暇なんだろうね。暇だし、でもまあ、その奥のこういう日とかには、うん、まあ夜にかけて、まあ、買い物行くとか、そんなしかしてない。でも家の中で、ゆうきさんにさ、調味料買ってきてもらってさ、うん、わざわざ。で、その調味料の中にパンケーキがあったから、毎朝ホットケーキ食どうしかよ。めっちゃうまい。パンケーキ、そうか。向こうの方が栄えてる。向こうが首都みたいなもん。いや、そうだね。だけど、ゆうきさんのところに日本食のあれがあるらしくて。スーパーみたいな。うん、まあそりゃ見らないから何でもあるよねと思って。まあね、まあ、だからまあそれはいいとして、でもなんかね、こっち日本食がないんよ本当に。うん、でなんかあるって言っても店の寿司屋とかそんなんしかなくて。うんうんうん。だからそこにたまに行くけど、俺が来て2回行ったぐらいで、もうそっから1回も行ってないから。そうなの。おいしい。ね、なんだろうね、海外ならではの寿司ってわかる？なんだろう、日本で言うさ、唐揚げ、サイドメニューの唐揚げ寿司みたいなのあるじゃん。うん。あんなやつが、主になってるっていうイメージかな。ああ、なるほどね。お肉とかの寿司が。そう、お肉とか、なんかね、なんて言うんだろうね、なんか寿司に照り焼きソースがかかってるような感じ。生魚ってよりかはそっち系なんで、そのなんか。そっち系があるし、しかもそっちの方がうめえ。めっちゃうまい。いや、うまい。じゃあ、だからなんか、チップスが乗ってるっていうんかな、寿司の上に。なんて言うんだろうな。揚げ物みたいな感じ。なんか天ぷらが上に乗ってるとか、そんな感じ。あ、そういう感じね。だから結構ね、日本じゃない感じの寿司だけど、こっちはこっちで、まあ、俺は好きかな。それ何よりですよ。うん。でもまあ、こっちはやっぱパスタとピザがうますぎるよね。まあ、それが主だよね、もうね。やばいよ。マジでうまい。え、自炊すんの？え、毎日自炊してるよ。で、ネットで米買って、うん。わざわざ米で、トレーニング行くときとか、水に1時間浸さなあかんのよ、洗ってから。
で、あの、柔らかくするっていう感じの、うん、あの、ことをするんだけど、毎回それやってる。気にすんだよ、そんなこと。いや、あのね、なんだろうね、なんか日本でいう炊飯器の中に入れてさ、できるみたいなのあるじゃん。うん。あの、に、日本だったら蒸すとかじゃん。うん。こっち鍋だから蒸すとかじゃねえんだよ。もう、なんか、茹でる。茹でる。米米してんの。そう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 。だからね、毎回それをご飯食って、で、目分量だからさ、うん、あの、日本でいう、あの、いちご用のカップとかないわけよ。うんうんうん。だから、あの、たまにね、分量ミスで3合食べやなあかんとか、ならなかった。食いしん坊じゃん、たぶん。いや、だからね、たぶん日本よりね、食う量はマジで増えてる。マジ？めっちゃ増えてる。いい、またトレーニングが結構がっつりあるの、そっちも。いや、やばいよ、マジやばい。あの、気にならんね。日本と気にならん。気にならん。いや、俺らからしたらさ、お前結構ガツガツやってたじゃん。うん、ガツガツやってたけど、あのガツガツが、あの、随時で、あれ以上に行くこともある。ガチ？シーズン、うん、シーズンでも関係なしに、普通に。マジか。だから、シーズン始まる前は週4でトレーニング入ってた。週 4？ 週4。めちゃくちゃやるじゃん。だから月火1日、水曜日午前オフ、木金1日。で、土日オフみたいな感じ。おー、すごっ。めちゃくちゃやるじゃん。いや、やばいよ。めっちゃやってたよ。恐ろしいね。なかなかね、激しいね。だから毎回インクラインとかマックスが40までしかないから、うん、毎回40でやってるけど足りねえんだよね、インクラインの重さは。設備的にはやっぱ日本の方がいい。それはね、あの、やっぱ設備的にはね、広いし、トレーニング場っていうのが設けられてんじゃん、うん、俺ら違うからさ、体育館が下にあって2階にトレーニング場だからさ、うん、なんか隣接させるってやるみたいな感じ。なんだろう、あの、それ専用じゃなくて、まあ、体育館にあの付属でついてますよっていうぐらい。なんかオリンピックの時の、あ、あの、そうね、あのイメージ、あのイメージ、あの感じ、うん、あのイメージだね。だから、まあ、あの、悪くはないかな、全然。まあ、元気なら何よりだよね。うん、まあ俺は元気だよね。死にそうとか言ってたらめちゃくちゃ腹抱えて笑ってやろうと思った。いやー、あのね、全然死にそうではない全然死にそうではないけど、なんだろう、とりあえず普通にやっぱね、日本の人と話したいよね単純にいや、単純にね、日本の人と話したいなーっていうふうに思うよね。本当にいないからさ。そうね、特に田舎の方だと余計にいないよね。ゼロだよ。だから日本の人のお店とかもないの？ない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 。まずあの、アジア系の人も見たことない。そうなの？ああ。あの、なんだろうね。アジア系の人が見たことないから逆になんかもう日本語話さんでもいいかなと思っちゃうぐらい。おい、帰ってきたら日本語忘れてるんじゃない？いや、だからたまにバレエの話とかするとイタリア語のイメージが強すぎて、うん、そっちしか出てこんくなってくるあれと思って、なんかおかしいなと思ってベースはイタリア語なの？イタリア語だね。英語よりイタリア語の方使う？そうだね、バレエの時はイタリア語だけど、プライベートの時はやっぱまだ全然だから、あの、英語で話してるけどって感じ、うん、だからまあ、なんだろうね、うん、2カ国ぐらい喋ってるぐらいだから、あの、普通にね、いろんな言語が混ざってるよ。だからフランス語も話すし、イタリア語でしょ、あの、ポルトガル語でしょ、うん、で、まあ、日本語もあるでしょ。
まあ、4で英語もあるし、もう5カ国がその中で話してる。よく、よくそんな中で会話できる。うん、俺ずっと笑ってるから、ヘラヘラしてるから。笑ったら、そうなんだってこうやって、これがノリというものかっていう感じで。何言ってるか分かんの？いや、あのね、分かるんだけど、あの、なんだろう、分かるのは分かるんだけど、やっぱあの、出す、言葉に出すっていうことがね、やっぱね、最初は難しく感じるけど、あの、だんだんとイタリア語の中でバレーボールをしとるとあの、だんだん分かってくる、あ、このシチュエーションがこの単語なんだなっていう、体と言語が、あの、連動するから。なるほどね。まあ、言って、伝達して身につくみたいなもんね。もう、だからまさにそうだよね。よく言うよね。なんか、まあ、ある程度、なんて、簡単な言葉だけ覚えといて、言って、なんか、覚えていくみたいな言うやん。そうね。だから、まあ、でも、勉強しとけば、まあ、そら、100点やん、そら。当たり前だけど。そうね。だけど、あの、俺はもう、無理やったな。お前さ、結構イタリア語勉強しよったやん。うん、勉強しよったよ。それは発揮されてんの、ちゃんと。一切入ってない。これという、ここまでかっていうぐらい、あの、入ってない。やれよ。びっくりした。勉強した意味やろ。いや、俺もね、びっくりしたね。あの、俺めっちゃ勉強したわ、つって。あ、でも、単語単語では分かることあるよ。イタリア語のバレエ用語とか勉強してたからね。うん、それは分かるんだけど、もう、全く分からんねん。そう。100って言われたら10ぐらいしか分からん。まあでも、俺らもそんなもんかね。英語で勉強しと、英語授業で習っても、英語喋れんもんね。うん、そんなもん。だから、あの、テキストをずっと書いてても無理なんだっていうことが、こういうことなんだなと思った。なるほどね。うん。身をもって経験してるのね。そう。あの、俺ならではの教科書になってってる。1ページずつ書かれてる。でもね、あの、あの1ページのキャパが少なすぎて2単語ぐらいしかないから。やばいよ、もうここでもバカを発揮してまうかと思う。いや、逆にそういう方がいいんじゃない。うん、まあでもね、俺のマインド的にあのそういう考えにはならんからさ。うん、でもね、来た 1,2 週間はやばかった。やばかった。もうね、本当に帰りたいと思ったもん。マジで。マジで可愛い。可愛いし、マジで帰りたいと思った。ねえ、可愛い。いや、マジでね、思った、本当に。なんかもう、うわ、めっちゃ寂しいと思った。いや、あの、寂しいとかじゃない。無理だと思った。なんで？やってかれへんわ、と思って。いや、わからんな、わからんねん。何もわからんみたいな感じだよ。何もわからんし、どうすればいいかもわからんし、みたいな感じで、あもうやばいわ、みたいな。一人でね、泣いてたけど、だんだんとね、もう、イタリアってはこのビボの町の人たちがね、うん、俺のことを知ってくれてね、みんな喋ってくれるようになったから。うん。だから、まあ嬉しいよね。なんか、やっぱ、なんだろうね、人見知りじゃないけどさ、やっぱみんな最初気使うやん。うん。みんな気使うけど、やっぱだんだんと日が慣れてきて、みたいな。で、うん、みんな喋ってくれるようにはなった、みたいな。西のことも分かって、みたいな。あ、そう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 。なんかチーム喋ってくれたんよ。で、めっちゃ誘ってくれるんよ。うん、いや、ここ行こうぜとか。うん、もう俺もそれすらも行きたくなくて。もう引きこもりやんけと思って俺。でもイタリアとかこっちのチーム、ヨーロッパの人たちはね、うん、もうみんながみんなを誘うっていうか、みんなで楽しもうみたいな感じ。だからなんだろう、まあ、日本で言っちゃうと語弊になっちゃうけどさ、まあ、
グループになっちゃうわけじゃん。うん。仲がいい。みたいな。うん。なるじゃん。じゃなくて、もうこっちはもう全員で楽しもうみたいな。いや、どっか行くにも全員みたいな。どっか行くにももう大勢で行こうみたいな。へぇ。って感じ、本当に。だからね、そこはすごいいいなと思うし、すごい楽しいなと思うけど、ほとんど俺断ってる。行けよ。疲れてんだっつって。ごめん。だからね、最初マジで慣れない。申し訳なさすぎて、めっちゃ誘ってくれるのに断るのマジで申し訳ないなと思って。うん。だから最初はめっちゃ行ってたんよ。うん。めっちゃいろんなとこ行ったりとかしてやってたけど、うん。もう疲れてるから、もうちょっとごめんやけど、つって。もう楽しんできて、みたいな。わかったわかった、みたいな。また誘うわ、みたいな感じ。だから、なんだろうね。そういうのが普通なんだろうね。イタリアとかはね。いいね、それは。だから、楽しいよ。もう日本はね、やっぱ、合う合わないでね。合わなかった、趣味が合わない人とかって一緒にいないもんね。そうなんだよね。そうなんだよ。だから、俺的には、そっち側じゃないわ。みんな誘って楽しみたいタイプやったんよ。うん。だから、コロナになる前とかはみんなオレンジで集まって飲んだりとかパーティーとかしたりしてたんだけど。うん。なんか、なんだろうね。少人数でやるのも楽しいけど、やっぱみんなでやった方が面白いじゃん。まあね。何かしらの出来事が起きるわけじゃん。みんなでやった方が、いろんなね、エピソードできるからね。そうそう、だから、それが俺的には、めっちゃいいなと思って。だから誘ってたけど、やっぱ部分部分ではそういう風になっちゃうじゃんか。うん。だから、イタリアに来て逆にそういう立場になった、逆の立場になったっていうのには、すげえ嬉しいなと思う。まあ。って感じだよ、ほんと。最近釣り行ってんの？もう行ってない、最近。どうした？行けてなくて、なんか、ね、いろいろ、なんかいろいろしなきゃいけないことがどんどん出てきたんよね、プロになってって。うん、まあね。これしてください、あれしてくださいとか、なんか、そういうの出てきて、結局その、練習してる時とか、試合期間中とかが対応できないから、うん、そういうのをするのが月曜日の休み、週の1回の休みとかってなって、もうじゃあいつもあったらその夜行こうかみたいななるけど、その夜もいやもういいな朝からしみたいな、うん、なるほどね。まあでも行こうかなと思うけどね。うん、まあそうよね。まあでも確かにプロになるとね、仕事増えることは嬉しいよね。うん、仕事はね増えてくれて、うん、仕事増えてんのかよ、わかんないけど。いや、まあね、なんだろうね、やっぱイタリアに来てね、なんだろう、仕事をすることが増えたんだけどさ、確かに。うん、楽しい。なんかね、やばいわって、仕事楽しいと思うようになっちゃったと思って。なんだろう、もうね、不思議な感覚だよね。だから、ね、プライベートとかを充実させたいから、プライベートを優先することはあるかもしれないけどさ、うん、こっちに来るとね、やっぱ仕事に集中するっていうのがね、まあ、ある程度初めての感覚だからね。うん。楽しいよ。まあ。てかさ、西ってさ、ファンクラブみたいなの持ってたっけ？うん、サポーターズクラブが12月1日から始めるよ。12月1日？うん。だから、それの準備はめちゃくちゃしてる。あーね。いろいろ大変なんだよ。いや、俺もね、その、ファンクラブみたいなの、ファンクラブみたいなの作るかな、みたいな話をしてて。おう。で、いきなり。い
や、まだね、全然何も進んでないんよ。決めんか。まあ、進んでないこともないけど、その、じゃあ12月まで、年内までにとかっていうと、まあ、ややこしい。ややこしいっていうか、なんかその、時間がなさすぎて、あれやんなきゃみたいなのができなくて、まあ、いつになるかわかんないんだけど、まあでも、できると、できるっていうか、作ろうとはしてて。まあそれは、まあね、なんだろうね、やっぱさ、あの、思うけどさ、なんか、この人に、やっぱ、結局俺は日本人やしさ、日本の、しないといけないしさ。うん。だけどな、全員に全員答えれないっていうのがね、やっぱ。うん、そうね。で、なんか、もう全員をオープンにしちゃうとさ、答えれない。なんかもう、一個一個拾っていけないよね、そうそうそう。だから、拾える可能性を、あの、増やすっていうのがそういう場でもあるよね。まあね。実際それを、拾えるように、そう、俺らもちゃんと対応しやすくなるのが、うん、そういう、あれだよね。システムというか。そういうの作って、そっちの方がやっぱり、あの、もうちょい数出せそうじゃない裏表もないけどさ、俺には。ないけどさ、なんか、もうちょい思い切った話できそうじゃない？なんか、今 SNS だけだとさ、結局なんか見られてる人が多いわけじゃん。そうなんだよ。な、そのなんかじゃあ、例えばその、お酒飲み行ってますみたいなのもさ、あんまり堂々と書けないじゃん。そうだね。今のご時世みたいなのもあるしさ。うん。もうね、その SNS が自由だった時代はもう終わったんですよ。あのね。僕らの自由はなくなりました。自分たちがやりたいことをっていうか、ただね、自分たちの今の立ち位置っていうのはね、ちゃんと理解しないといけないね。まあ本当にで今ありがたいことにさ、オリンピックでもあのバレーボールとかもね、うん、全選手が終わってるわけじゃん。うん、だからなんだろう、やっぱバレー選手としての価値を高めないとなっていうふうには思うよね。うん、それはそうだよ。でも昔は、はい、昔なんか俺らの親父世代とかはさ、バレーめちゃくちゃ人気だったわけじゃん。うん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 、なんかそれこそ河合さんとかさ、そのあめちゃくもうなんか体育館までの道全部ファンみたいな時があったとかいう話聞いてるからさ、やばいね。でそうなったらもうすごいよね。すごいね。なんか懐かしく思うもん。俺ワールドカップ終わった年がそんな感じだったもん。ああそうね、超懐かしい。だってもうあれ2年前3年前2年前、2年前、ちょうど2年ぐらいか。懐かしくない？懐かしいよね。あれ、最高じゃん。あれはね、あれはめちゃくちゃだ。まあ、ゴールデンタイムに試合してたってのもあったしね。いや、そうだね。だから、だけど、あの、ゴールデンタイムとかじゃなくても、うん、ああいうのが欲しいよね。素で。うん。なんか、やっぱ素でああいうのがあるとさ、やっぱバレエの価値って上がるわけじゃん。うん。ああいうのはすごい欲しいなと思って。だって2年前君未成年でしょ。私未成年ですよ。だってかなり後にみんなとなんかお酒飲んでる。アップ1リットル持ってた覚えあるの。アップルジュースの。アップルジュースね。そんな金をもう二十歳を超えてお酒飲めて、もうおっさんですよ。バカ言え、おっさんって言うな。もうおっさんですよ。もう気持ちぐらい落ち着いてるよ。おっさんに入るまでは早いんで。いやでも多分ね、俺がね、多分日本帰ったらね、もうおっさん感増してると思うぜ。バカ言え、お前俺こそ久々に会ったらすんごい多分。いやまだ。こちらもが言うのは、髪色どうしたって言うよね。
髪色と髪色がね、もう 今見えづらいけど。そう。もう俺はもう真っ金金だからもう。真っ金金だね。もう、最高だ。いや、最高だよって言い方おかしいけどさ。それ誰にやってもらうの？イタリアの美容師にやってもらったの。あ、そうな。ちゃんとしたところに髪の毛と、ちょっと髪の毛切髪の毛染めてもらうのと、ちょっと切ってもらうので、1万円ぐらいした。1万3000円ぐらいかな。どこ？うん、びっくりした。どこ？高いね。そんな、そもそもが高いみたいな。いや、でも、聞いて、俺1回目行ったところ、髪の毛切ってもらうのと、パーマで4500円やったね。あ、パーマじゃないわ。カラーで4500円やったね。クソ安いじゃん。逆に心配になるやん。安くないと思って。1000円カットみたいなことやったんですよ、もしかして。可能性ある。だから案の定さ、あの、櫛の上のこの、こういうところあるじゃん。こうなってるところ。うん、こうやって、あそこの、うん、あそこの、あの、なんだ、手持つところ、細なってるやん。うんうんうん。こうなっとって、こうシュッてなってるやん。うん。シュッて。ここにあのカラー剤つけてこうやってやられただけだ。こことここにしか入れられなくて、メッシュどうなってんねんと思って。手抜きも甚だしいですよ。やばいよ。あ、いいよいいよって言ったんや。ベタって塗ってくれるんかなと思ったんや。うん。一ゼロ。しかもめっちゃ余ってるやんと思って、カラー剤余りすぎやろと思って。うん。余ってんのにそのままあの水に流すからね。おいおい濡れ濡れっつって。止まってねえやん絶対。ほんの。もったいなと思って。いいえ。なかなかその海外で髪切るなんてもう経験できないから。うん、もうでもね、俺いいやと思ってね、あの、俺は普通に、もう開き直って、こっちはこっちでっていう感じ。え？なんか勇気見てるらしいよ。マジで勇気さん見てんの？コメントに勇気くん見て、石川くん見てますよ、みたいな。え、見てなくね？誰がどうやって見てるって見えるのそれ。あ、ライブのところの、あの、あれじゃない、うん、押したら、ライブのとこ押したら確か視聴の人が出てくるっていうふうに前、あの、見てくれてる人から教えてもらったよ。でもこれさ、関さんもずっと見てんだよ。関ちゃん？うん、関ちゃん。関さんも大変だろうな、この時間帯な、本当に。俺さ、これザ、俺ザムストのアカウントから入ってるからさ。うん。見づらくてわかんねえ。うん。だから俺もね、わかんない。あ、関さん。そうだ。ねえ、今日ザムストのあれなんだから、ザムストの話しないと。いや、そうそう。書いてあって。なんか資料に書いてある。いやだからね、あのちょうどマネージャーからもね、あのザムストのあれをあの教えてくれと、いい商品があったら教えてくれと、うん、だから教えるんだけど、教えるんだけどっておかしいんだけどさ教えるけどさ、うん、俺子供のサポートあるじゃん。あー、あれね、うん、これこれこれ、こいつ、うんうん、こいつはね、俺本当にいいなと思う。それ結構あなたよくつけるもんね。よくっていうか絶対つける。あの、なんだろう、俺さ、よく太もも肉離れしてたじゃん。うん。で、肉離れした時にやっぱなんかオープンの状態ちょっと嫌やなと思って、うん、
うん、ある程度の締め付け欲しいなっていうのでこのサポートっていうのがあるんだけど、うん、まあ今もイタリアでねずっとつけてるけど、まあ、これ本当にうーんロングソックスも入ってるかな。あ、膝下ぐらいまであるやつ。膝下ぐらいまであるやつのロングソックスは履いてる。たまに。俺これこの腕につけるやつ。なんかアームスリーブとあとインソールと靴下かな。うん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 。は、フットも使ってるかな。アームスリーブとかさ、なんか、いや、全然俺、レシーブするポジションじゃないけど、レシーブめっちゃうまく感じるんよ。勘違いやつ、それ。いや、やばい。ガチやばいよ、あれ。もう。まあ、でも、バレー上手くなってるやんと思って毎日が。まあ確かにそれはあるな。でも普通にその汗吸ってくれるからボールがなんか滑らないとかもあるし、ね、まあまあまあ確かにそうだね。うん、もうそれこそねあのいつも対人してるさ、うん、サイッターってやつがいいんだけどさ、キャプテンがね、うん、これがスパイクってレシーブして帰ってくるボールすっごいんで。どういうこと？もう、もう、なんか、下から見たらそんなに汗かいてないはずやのになと思いながらもう。てれってれんな。びっくりするくらい。あれ？と思って。あ、さあ、こういうことかみたいな。で、要はオーバー曲げてるなと思って。そうよね。しかも結構俺のイメージは海外の人とかすっごい汗かくじゃん。そう、汗かくね。めっちゃ代謝いい。ブルーノとか試合中めっちゃタオルでこうやってるのすぐ見るじゃん。だけどね、俺も来てから代謝めっちゃ良くなったね。なんかわかんないけど水めっちゃ飲むようになったからかな。あ、そうなん。うん、あのやっぱ乾燥してるからさ。ああ、すっごいあの汗かくよ。もう乾燥はねこの時期は避けられないからね。先週やばかった。乾燥しすぎて喉痛くて。西田電波悪くて何言ってか分かんない。それさ、それ俺に言われても困るんだよね。聞こえる？ま、聞こえる聞こえる。うん、あ、それ俺に言われても無理だ。俺の問題ではない。ちゃんと Wi-Fi 持ってけよ。Wi-Fi ね、持ってったんだけどね、あの、ビビるよ。なんか、契約したところがね、うん、思った以上に、ちょっと俺がちゃんと読んでなかったってのもあるけど、うん、まあ、なんか良くなくてわざわざイタリアで SIM カードと家に置く Wi-Fi 買ったね、うん、じゃあもう Wi-Fi 使ってない。使ってない。で、解約して、解約したいですっていうメール送ったら、じゃあ、返品してくださいって言われたんや。うん。いや、無理だと思って。返品は無理だと思って。どうしようっつって。返品するのも手間だしって。そう。だからね、日本から荷物とかって送ってもらうときもあるんだけどさ。うん。まあ、軽く1ヶ月はかかるね。あ、そうなの。うん、で1ヶ月かかるし、その間に関税挟まって毎回50何ユーロか払ってる。マジ
だから、なんだろう、あの、すごいそこの出費が多いね。なんか、変なとこに金かかってる。そうなんだよね。なんか俺の金じゃないんだよね。俺がなんかやってる金じゃなくて、なんかそういう間に挟まってるお金でなくなっていく。だからこっちで俺全然物買ってないもんね。もうだいたいその輸入っていうか取り寄せてる。取り寄せてるっていうか、なんかあのあんまり欲しいものがないから。そっちに行って物欲なくなった。特に。あ、でもね、この前ね、あの、とうとうエアポッツがね、2、3年使ってぶっ壊れてね。うん。ぶっ壊れてって言い方は悪いけど、俺が寝とって、なんか右の耳穴だけでかいか知らんけど、落ちるんだよ、よく。うん。で、落ちて、起きた時に、あ、ねえや、と思って探して、みんなが降りてから探した時に、見つけたら、うん、あの、踏まれとって、うん、あ、終わったと思って終わりやがったこいつと思ってやばいじゃん。あ、終わったーつどうしようってなった時にちょうどアップルのヘッドホンが出てるって言われたから、うん、ヘッドホンが、うん、あーアップルのね。マジだけ。でもあれなんか新しく出たんじゃない？ AirPods。 うん、なんか AirPods Proツーみたいなやつだけ。そんな感じのやつでしたね。でもあれでしょ、なんか値段安くなってるけどノイズキャンセラーがなくなったっていうやつでしょ。そうそうそう、あの前のさコードつなぐタイプとか、あの、うんうん、あったね、あの形で、で充電の持ちが良くなってるみたいな感じの、うん、あれなんじゃないの、よくわかんない、うん、だけど俺さ外の音一切入れたくないからさ、うん、もうあの飛行機とか乗るときとかもさ、その音で全く聞こえやんやん。だから、あの、ノイズキャンセラーは絶対欲しいし、と思って。だから、寝とるときの落ちやんやつにしようと思って。ヘッドホンやん、みたいな。ヘッドホンは落ちんわ。だからヘッドホンにして、いざ買いますってなったら、あの、俺 Amazon イタリアで買ってんだけどさ。うん、あのわざわざ日本の値段をそのまま、その今の1ユーロの値段をそのまま日本のお金で計算してくれた値段がそこに出るんよね。うん、マジ高いね。俺一番の高い買い物したと思うもん。まあね、ユーロ高いからな。そうね、今ドルが131円ぐらいかな。今日本ガソリン高いんよらしいね。なんか廃油200円ぐらいするらしいじゃん。いや、だから俺の車ディーゼルなのね。ああ。だから、ディーゼルがいつも、リッター100円いったら、今日ちょっと高いなと思ってたの。うんうん。でも俺、リッター140円とかで今。なんだ、今高騰してんの？なんか、ハリケーンかなんかが、そのアメリカかどっかその原油、その工場かなんかにぶつかってそこがストップして。なるほどね。で廃油も170何円とか。はあ、あそうなの。ガソリン160円とか高いね。じゃあガソリン入れるのビクビクしてる。やばいね、高いね。まあやばいね。いや俺もさイタリアでガソリン入れてんだけどさ、うん、あのイタリアのガソリンのあの表記の意味がわからなくてさ、うん、あの毎回適当に入れてんで。ダメだよ、壊れるだろ。いや違う、あのね俺あのオートマがいいっつって、うん、チームにまあもう前々から言ってたんだけどね、うん、あのオートマがいいなって言ってたんだけど、あのちょうどレンタカーであの借りるってなってさ、オートマをね、うん、そしたらたまたまアウディで、うん、めっちゃいいじゃんと思って、でディーゼルだしマジ安いんじゃねみたいな。おう、だから、まあ、安いんかなと思って、前ギリギリ
までガソリンなくなったところで入れに行った時に50ユーロで満タン入ったから、うん、50ユーロだったらもう6000円ちょっとぐらい安いよね。うん、だけど 1リッターが何円なのかは全く知らん。まあ満タンで入れてんの、ね、そうで、あのもうなんかあのガス欠のメーターが出るぐらいまで乗る。ギリギリまでってめっちゃギリギリまで乗って50リッターで満タン。その生き方いいよ。いや、あのね、もう無駄に入れたくないんで、あの、なんだろう、お金をね、とりあえず使いたくない。あ、どうしたの、倹約家になっちゃったの、西田君。いや、倹約家とかじゃなくて、普通にね、なんかお金は前々から貯めてるけど、うん、もう必要的に減らせるんちゃうと思って、うん、もうちょっと、もうちょっと減らせるなぁと思って、うん、だからそういうの考えたらえ、そういうの倹約家っつうんだよ。 あ、そうなの。いらない、いるものといらないものをちゃんと考えて買ってるあたりはちょっと金を大人になってきたね。そうだね、今までなんかね、もうなんかもうこれみんながいいっつってるから買おうみたいな感じのノリで買ってたからね。うん、そんなだってお前その、物を買うハードルの低さの本当。いや、もうだってあの簡単に5万6万とか簡単に払ってたもんね。払ってて、お前すごいなお前とかって、本当にそれ欲しいのとかって言って聞いてんの。いや、みんないいって言うからさつって。流されがち。これいいじゃん、ニッシーって買うわとかって言って、買うわっつってな、ワールドカップの時になサングラス買いに行って10万のサングラス買ったもんな。買ってたよ。こいつ怖いと思ったマジで。お前やばいよみたいなね。お前すごい金の使い方してるよって言ったもん。いや、だからでもね、そのサングラス今めちゃくちゃ生きてっから。あ、今生きてる。マジで生きてる。あ、まあ日本でもずっと使ってたけど、うん、まあね、イタリア来たらもう毎日のようにサングラスかけちゃうよね。生きちゃうよね。やば。いやー、生きちゃうよね、ほんとに。俺もうサングラス全然してないよ。いやー、もうなんか逆にね、イタリアだとね、運転しとるときにサングラスしないっていうのは逆に浮いてる感がある。みんなサングラスしてんだよ、ほんとに。俺、黒縁の、うん、ちょっと色の入った、うん、サングラス欲しくて。サングラスなのか、まあ、だて眼鏡っぽい感じのやつ欲しいなと思って探すんだけど、あんまりこうピンとこないんだよね。まあね、でもね、やっぱイタリアはやっぱサングラスが有名だからね。あのレイバンとかもそうだしさ、うん、トム・フォードもそれこそそうだしさ、うん、だから、あの、なんだろうね、日本より安い。ちょっと10万のサングラスつけてみてよ。いや、ごめん、今車よ。で、俺が今この家の中にも常備しとると思うなよ。で、いやー、でも、まあ、いつかサングラスの写真あげるわ。自撮りして、俺に送ってきて。で、小野寺さんが、何、あの、拡散するの。そう、俺が意味わからない。それやったら自分で拡散するの。西田から送られてきましたって。いやー、ちょ、マジでこんなんでいいの俺ら、本当に。ね、今日のインスタライブ。ああ。いや、でもなんかね、なんか、いや、確かにプライベートの話してみたいなことは言われてたよ。うん、あの、今の現状みたいな。うん、言われてた。資料見るとね、現状とかコメント拾うとかザムストについての話みたいな、うん、なるほどね。じゃあ、俺らの話ばっかしてるからさ、うん、そろそろコメント返さね。あと5分ぐらいだで。終わったな。あ
あと5分ぐらいコメントじゃ。うん。ラン見てるらしいよ。ランね。ランも、暇してんのかな。ラン見てんの？本当に。喋りすぎてあったかいコーヒーがもう冷めたわ。絶対飲んでないし。飲めよ。てか俺ね、V リーグ見てんだよ。見てる？うん。ハイライトでしか見てないけど。うん。見てんだけど、なんか、レベル高くね？いや、そうなんよ。なんかね、それこそ去年とかのさ、もう一人が圧倒的に抜けてたじゃん。うん。で、まあ、パナいたり、その、ゼーテクトいたり、とか、そういう感じだったけど、なんか今年はね、ここがとんでもなく抜けてるな、みたいな感じのとこはね、今んとこないよ。ないね。なんか、拮抗してるね。うん。だから、見てて、素直になんか、なんだろう、視聴者としては、面白いなと思うよね。うん。でも結局さ、去年を計りにして見るわけじゃん。うん。今年こんなんかな、みたいな。うん。まあ、こっちが勝つだろう、みたいな感じの自分たちの中で予想するわけじゃん。うんうんうん。案外そこがね、今回ね、当たんないから面白いよね。そうなんよね。なんか。いや、結果、予想通りに行くのも面白いよ、確かに。うん。面白いけど、そういかんときってやっぱ面白いよね。今年はね、でも本当圧倒的みたいな。まあまあ、始まったばっかでもないけど。いや、まあね、一つやるのはね、日本リーグ長いからね、わかんないよね。長い。うん。わからん。俺らも長いけどさ、なんだろうね。一試合しかないとかやからさ、うん。まあ来週俺ら3試合あるんだけどさ、日水日でやるんだけど、確か。怖っ。これがもう大変ですよ。怪我すんなよ、お前。肉離れとかよくするんだから。すんなよ。いや、マジこの前危なかった。マジ？この前ね、フライング、ワンタッチボールをフライングしてね、取ろうとしたらね、取りやんかってね、そのまま日本みたいにああいう柔らかいやつじゃなくてさ、こっちスクリーンだからさ、うん、サイドがね、スクリーンのところにさ、滑ってってさ、止まろうと思ったんやけどさ、まあ、止まれんくて、ちょっと隙間空いてんだよ。うん。そこにね、肘はまってね、なんていうの、行っちゃいけない方向まで行っちゃって、うん。なんだろう、こっちの、伸びきって、うん、もう一個行っちゃうぐらい。危ないっつって痛いみたいな痛いっつってでも試合中途中やったから何も言えんくてまずいと思いながらやばいそれ で案の定その試合負けちゃってさ、うん、痛いと思って戻ってた控え室戻ってその時も負けた悔しさでもうその痛さも全然気づいてなかったんよ、うん、ああ負けたよみたいなショック受け取ったんやけどさバス戻ってちょっと外の空気吸おうと思って外行ったら肘痛くねそれも肘痛いじゃんと思ってで見たらなんて言うんだろうちょうどね打った場所がねピンポイントで青たんになっとって、うん、これどっち打ち身なのか打撲なのか関節的に内出血してるのがどっちみたいな。分からんっつって。で、トレーナーにも見てもらって、痛いかみたいな。ああ、ちょっとだけ痛いけど、まあ大丈夫だよ、みたいな感じになったんだけど、うん、まあ案の定ね、次の日には痛くなかったね。打撲でしたね。ただ。いや、だからね、なんかね、やっぱ痛みにはね、疎いね、俺。やっぱり肉離れしながらもやるって意味わからんからね。ようするじゃん。うん。癖になってる。
毎年なんか何かしらで抜けてってるもん。ああ毎年何かしらの代表はね、あの1、2週間ぐらいお休みをいただきますね。それはもういいことです。もうその際、その際にはあのいつもあのトレーナーの方といつもトレーニングやってヘトヘトになりながらみんなで疲れたアピールしてますから。代表中は疲れるもんだよ。俺も怪我したけど。そうだね、あったね。ぎっくり腰してずっと自転車の上でこうやって座ってこうやって言ってたけど。俺その時だってあの太もも内出血でえげつねえ内出血してたよね。キモかったもんね。もうなんか新手のタトゥーみたいな感じだったよね。デザイン性を気にしないタトゥーみたいな。怖かったわマジで。もうだからびっくりしたもん俺も。いやもうね、怪我にはもうみんな気をつけよ。ほんとほんとだよ。だからあの危ないと思ったらもうやめよう。ダメ。怪我するのはダメ。ほんと怪我すると思ったらもうダメ。はい、というわけでなんかこういうのがなんかプレゼントがどうやらもらえるみたいで、うん、あの僕はサインした T シャツ、日本におるときにサインした T シャツがありますので、僕はタオルにサインしました、はい、見えてるかな。大丈夫、見えてる。なんか URL ストーリーに載せて、うん、なんか応募フォームみたいなのから申し込んでもらえたらなんか当たるんですよね。らしいですね。だからあの多分2人のストーリーでもあげるでしょ。そうそうそう、俺のもあげるし、そう俺もあげるから、あのまあぜひねあげてもらって、まあものすごい応募票になると思いますが、その中で厳選された1人になりますと。誰だ、テレビショッピング。皆さん運試しですよ、運試し。なんですよ、どの立ち位置の司会者なんですか。いや本当ですよ、この運試しをやってみても面白いと思いますからね。はい、あなんかこれをライブはねアーカイブ残るように設定したんで、うん、了解、まあ、見れなかった方もアーカイブ見れるようになってるっぽいんで、1時間の俺らのテレビ電話を見てくれればね。そうだよ、もうテレビ電話だよ、こんなんも。何もだってコメント拾ってないしね。何も拾ってないもん。なんか久しぶりに俺で喋っちゃうから、あの1時間は簡単に喋っちゃうね。うん。ああ、やっぱり。もう、久々に俺もインスタライブしたけど、ただのテレビ電話になっちまった。うん、いや、ほんとだよ。テレビ電話に視聴者がいるぐらいの勢いだな、これ。薄いぞ、内容はこれ。薄いよ、みたいな。2、3ページで収まるぐらいの。何があったかをそのちょっと喋っていくっていう、うん、もうザムストさんには申し訳ないですけどね、すいません。あまり触れずに。あのちょっとはあのアピールはしたのでお願いしますって感じです。お願いします、お願いします。まあまあということでね、とりあえず頑張ってよ、長いリーグ。試合数そっちの方が断然多いから、怪我せず。うんとよ。うん。まあ、あなたも気をつけてね。まあ、俺はもう、うん、軽く、なんか、ゆっくりとしながら。ちゃんと頑張れ。頑張るけど、あの、あまり気負いず、頑張りますよ。はい。はい、じゃああと30秒なんで。ってことで。お疲れっしゃ。お疲れっしゃ。ではでは、またまた。じゃあね、皆さん。じゃあね。バイバイ。はい、バイバーイ。